ナゴキンです。私は今名古屋市の鶴間公園に来てます。今日はですね、私がふと思いついた企画をゆるくやっていきたいと思います。ズバリ名古屋の公園全部回って自分の居場所を見つけてみた。自分ルールがこちらです。その1、利用者がいた場合は積極的に声をかけて。その2、利用者がいなければ名古屋が一人で居場所探し。その3、制限時間は2日間。それでは早速名古屋で一番古い公園、鶴間公園から見ていきたいと思います。イエイエイ。皆さんよろしくお願いします。公園にどんなものを求めるんですか？溶け込みたいんですよ。道歩いてた人になんかこの人いるぞみたいなのは嫌で、物の一部だと思ってくれるようなスポットがあればめちゃめちゃいいなって。見てください、これ緑豊かな暮らし。あ、ほら違う、桜、ツツジ、バラ、なんとか季節の花をめでながら心休まる時を市民の皆さんに。こんにちは。この公園にはよく来られるんですか？ああ、ここだって1年のうち300日はあれが池のところへこう反射してさ、うん、綺麗な場所って、うんうん、皆さんは今日は俳句クラブで、俳句クラブ1ヶ月に1回訪れてます。季節の移り変わりで見えるものが全く違うから、うん、今日はもうイチョウのこの巻き、金塊のごとき、イチョウの葉の巻きっていう、だから金塊に負けないこのイチョウの黄色っていう、たくましく寒さに耐えて春を待つ、はい、たくましく寒さに耐えて春を待つ、はい、遊んでもいいんですかね。わー、やる？やらない？やらないね。こんにちは、こんにちは。あ、やだやだって言ってた。いいな。今から何作るの？人参？たくましく寒さに耐えて春を待つ、はい、なんか綺麗です。いきなり視界が開けたと思ったらめっちゃ真っ黄っ黄。追松公園到着です。なんでされてたんですか？ボランティアだ。ボランティアで、うん、近所だもんで、まあ仕事辞めたもんで、あれだ、体のためだと思ってさ、子供が来るで、ほんだいと思って。まあね、この公園のいいところはこのお父さんがいることですね。すみません、こんにちは。少しお話をお聞きしてもいいですか？あ、ダメですか、すみません、ありがとうございます。お仕事休憩中ですか？はい、少しお話聞いてもよろしいですか？ここは職場が近いからお昼休憩に来られてるんですか？あ、なるほどなるほど。お気に入りの場所、ここ定位置ですか？毎日ここに座って、ここに座ってます、毎日休憩、はい、すごいですね、今の懸垂。昼休みの3日間で。あ、そうなんですか。老後に備えてちょっと筋力つけてもらって54。やばい、54。来月で55になりますから。すごいところでいい運動ができますね。なんて言うんだろう、花壇がすごい綺麗に、いいですよね。こういうの見るだけでも楽しめますよね。さっきからずっとこの柵に一定の間隔で飾られてたんですね。若宮大通公園花飾りボランティア花友達。あ、なんかボランティアの方が植えてったみたいな。
え、これ公園全部出るじゃないですか。なんでこれ先に言ってくれなかったんですか。わざわざ歩いて探したのに。あ、白川公園行きましょう。近いですね。めっちゃ近いですね。今から 280m って。あちゃん、俺たちは、俺たち、おお、すごい。俺たちは、俺たち、俺たち、俺たちは。あ、めちゃめちゃ上手じゃないですか、お父さん写真撮るの。駆け込めてますかね。危ない、こっちだ。水回り多いですね今日。寒いです。噴水の絵を描かれているんですか。いや、中日ビルの絵。中日ビルの絵、はい、なるほど。ジュールがなくなるのでね。あ、わし、へえ、こんなところに。ちょっと面白くないですね。アステカの暦。ああ、おしゃべりしに来るとか、道歩くだけじゃなくて、なんかそれを見にとか写真を撮りにとか、全然もってこいの場所だとは思いました。はい、名城公園到着しました。明日の朝ここスタートで、今日はこれでおしまいにしたいと思います。以上、なごきんでした。おはようございます。2日目名城公園に来ています。綺麗な施設見つけました。その施設の名前は隣のっていうんですけど、それも紹介しつつ、いろんな公園を今日も散策していきたいと思います。さっきからめちゃめちゃジョギングしてる人をたくさん見かけます。よく来られるんですか。まあたまに、まあ週に2、3回来るかな。あそこの花が綺麗ね。風車の前のね。まあ、あ、風車が。ね、ここね、やっぱりこの奥にずっと花畑があるのね。お散歩にされてたりする。ここなんかウォーキングしてるんだ。ウォーキングですか。よく来るんですか。まあ2週間に1回。80代だよ。嘘、80代そうですよ、みんな。みんな見てください。名城公園の近く、めっちゃ S の公園たくさんあるんですね。なので今からこれをできるだけ多く回っていきたいと思います。なんと誰もいない上にめちゃめちゃちっちゃい。やっぱ想像通りの S サイズですね。え、なんかいい感じじゃないですか。まず地面が砂じゃなくて芝生なんです。ハゲハゲのカメ、こっちはテントウムシで、こっちはライオン。掘り出しましたよ私。え、私結構来てます、満足。北野公園です。北野公園に来たの。はい、次行きましょう。今から行く公園は、なんか昔高遣いが積んでたらしい土地にある公園。ちょうどここから名古屋城が見えるんですね。はい、チーズ。こんにちは。こんにちは。この公園さ、ちょっとしか遊具ないけどさ、どれが一番お気に入りなの？僕ブランコ。僕は全部嫌だ。全部嫌だ。嫌じゃあなんで公園に行ってる意味があるんだよ。哲学か。ここが第一上宿公園になります。実はあのパンダ帽子かぶってます。まあパンダもパンダなので帽子はかぶるでしょうね。
本当だ。なんか郵便局で働いてそうなパンダですけど。次行く公園はスキヤ公園という公園です。スキヤはあのスキヤ作り、建物の作りの名前のスキヤって漢字書きます。あのご飯屋さんのスキヤじゃないですあのご飯屋さんのスキヤじゃないです次の公園がラストかなって思ってます。公園を皆さんにご紹介してきました。お気に入りの公園を発表したいと思います。皆さんよく聞いててくださいね。若宮大通公園です。イエイ、パチ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 、一人の拍手。公園って大体なんか一個のものなんですけど、やっぱ大通りなのでそのブロックごとに景色が変わるのが面白いなって思ったのと、あとは柵のところにボランティアさんがお花を飾ってたりしたのが、市だけが動いてるんじゃなくてそのみんなが公園をきれいにしようって思ってるのが見えていいなって思ったので。突然ですがここで名古屋市からのお知らせです。公園はたくさんの方々の支えがあるからこそ成り立っています。市民の皆さんからたくさんの寄付をいただいて設置している名古屋かベンチ、また公園の管理にはたくさんのボランティアさんの力を借りています。公園を彩るこちらのお花は事業者の皆さんからの援助、さらに名古金が使っていたアプリでは運営会社と名古屋市が協力し情報を発信しています。公園はいつもあなたの隣に。これからもどうぞよろしくお願いします。名古屋市からのお知らせでした。ちょっとこれ私の企画だよね。名古屋市からのお知らせでした。